おはようございます。おはようございます。ここはどこかと言いますとね、はい、どこですか？群馬県の新玉村ゴルフ場になります。すいませんね、また群馬でね申し訳ない。遠かった遠かったね。ということでね、今日初のね河川敷に挑戦するわけですよ。はい、ホワイトちゃんね。はい、あなたもね。あ、そうでした。そうでした。はい、なんかね、ここもしかしたらね、百切りの開催地になっちゃうかもしれない。そうだよね。いいスコア出せればね、ここで行こうよみたいな感じになっちゃうかもしれないしね。そう、ここって何がいいって、池が少ないのよ、河川敷とはいえ。あ、なるほど。河川敷ってさ、川が近いからさ、結構池があるコースが多いのね、うん、なんだけど、まあ、比較的その川と若干離れてて、なおかつ池が結構少ないところのゴルフ場となってます。はい、で、まあ、普通に2人が回ってるゴルフ場と何が違うかっていうと、はい、グリーンの、はい、種類が全然違くて、まあ、いつもベント芝で回っててすごいふかふかしてると思うんだけど、柔らかかったりね、うん、で今回回る新玉っていうところは高麗グリーン。高麗グリーン、はい、っていうふうに言います。なんだっけ、読めなかったんだっけ。高麗読めなかった。なんか高麗人参でしょ。高麗人参。でもこあれって高麗、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 うん、そうそうそう。で、あのちょっと特徴があって、ちょっと 芝が硬いっていうのと、あと目がちょっときつめのところがある、はい、目っていうのは芝の流れ、はい、こういう流れがきついとそっちに流れやすくなっちゃうってこと、球がね。そうなんですよ、僕ちょっと予習してきたんですよね。え、すごいじゃん、はい、何、どうしたん。あのこれ結構芝に影響されるんで、ちゃんと芝目を読まないと、うん、ダメだよって書いてありました。そうで、何がいいって芝目がすごく分かりやすい、分かりやすい、そう、うん、読みやすいの。ベントよりかは全然分かりやすくて、うん、季節にもよるけど、結構グリーンがパンパンになっちゃう時があって、パンパンっていうのは硬いの、めちゃめちゃ、あ、もうなんかパーンで弾いちゃうみたいな。だから基本的には、はい、あの河川敷っていうのは基本的に手前から攻めててほしい。で、グリーンがちょびっと砲台グリーンのところが多いのね。もうほんとこんなぐらいの高さぐらいの砲台が結構基本的に多いんだけど、はいはいはい、平らっていうのはほぼない。あ、なるほど。多分あの雨降ると水没しちゃったりするから、それのために上げてるんだと思う。そうなんだ。多分ね、うん、予想、はい、なんで、あの基本的には砲台グリーンが多いんだけど、ホワイトは基本的には手前からジョン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 っていう風に転がし上げていくっていう方が、まあ、上げるよりかは全然楽かなっていう風には思います。はい、あの UT とかでね。そう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 、いつもやってるやつね、うん、でプラス、あの今回は特別にグリーンは、はい、あのホワイトと一緒にレディースティーから。レディースティーでございますか。大丈夫かなこれ、初めてじゃない。あ、そうっす ね。あ、前回ちょっと3ホールだけレディースティー。あ、まあそうだね。あ、違うな。あ、そうだね。うん、多分レディースティーからやってるか。やりましたね、うん、え、だけど初めてじゃない、フルで。もうフルでやるのは初めてなんで、ね、ちょっと今日は70代出そうかと思います。って言うじゃん、って言うじゃん、もういらすみません、今の冗談で。3ホールずつ全部区切ってって、はい、あの3ホールでいくつだったか、3ホールでいくつだったかっていうのをやっていきたいと思います。なるほど。グリーンはね、はい、はい、で、ホワイトの場合はパーソナルパーっていうのを設けたいと思います、はい、パーソナルパーっていうのはもう自分自身の自分のレベルに応じたパーを設定する。あ、じゃあこのコースは6って決めたら6がパーになるってことですね。そう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 、そういうこと。私は、じゃあ100切りを目指したいから、じゃあボギーペースで回れば、はい、90X で回れるみたいな。ちょっと足計算あんまりよく分かんないから、はいはい、ね、 90X ね、はい、で回れるってなったら、ね、まあボギーペースで回るっていう設定をすればいいし。なるほど。それは誰が決めるんですか。ホワイトが決めるの、先生が決めるんですか。そう、私が決めて、でホワイトにそれを基準として回って。じゃあここは6打で上がりましょう。そうです、はい、とか5打で上がりましょうとか、はい、そうです。なるほど、はい。まあ、なんでそれをちょっと100、今120切りをちょっと目指したいので、はい、120を設定として。あ、なるほど、まあ、だからほぼダボペースで回ってってもらおうかなって思います。いいね、はい、よし、じゃあ今日も一日お願いします。お願いします。お願いします。頑張ります。はい、それではホワイトちゃん、お、いいんじゃない高さ、慣れてきたね。じゃあ右のここのバンカーを避けて、あの黄色い旗ですよね。ああ、そう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 、ゴールはね、はい、でもね、あの黄色い旗は見なくていいから、基本的にはじゃなくて、自分が飛距離ってわかるじゃん、大体。だからあの辺まで飛ぶかなっていう距離のところを見る。もっと離れようか。
ネックで構えないでね、先っぽで構えよう。そう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 、右行ったけど大丈夫。あ、大丈夫、あれだったら。あ、ギリかな、ギリギリ。はい、置きましょう。さて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 、おー、新兵器買っちゃったよ、ビッグフラッシュ。やったね、よかったね。振りたくてしょうがないんだけど、うん、今でもさ、待って、これで振ったらさ、朝だから200ヤード、200弱とか飛ぶとする。で、そうすると254ヤードだから、あの、まあ、5、60ヤード残るってこと。その5、60ヤードが得意なんだか得意じゃないんだか。得意です。言ったよ絶対嘘だからね、今の。だけどドライバーで行くと ちゃんと当たると220とか30飛んじゃうじゃないですか、うん、そうするともうバンカーですよね。バンカーだね。ですよね、はい、ってことは、あ、じゃあこれで、はい、はい、じゃあ行きましょう。まあ、この、クリークを使ってバンカー手前に刻むそうです。刻むだって私ちょっとトップする気しかしないんだけど朝一だから。さてさてさて、お願いします。お願いします。おお、完璧や。めっちゃいい。うわー、ギリギリ入ったわ。ナイス。入ってない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 。大丈夫。ドライバーも変えた方がいいんじゃない言うよね、そうやってすぐね。もう何でもすぐ変えろって言うからね。そうそう、変えた方がいいよ、変えた方がいい。めっちゃ良くない？良かった。超良かった。やばい。軽く乗ってこうなのよ。やばい。出たやばい。ユーティリティだね。うん。そうだね。まっすぐ抜けた方がいいかもしれないね。ギリギリ残ってたんでね。うん、ちょっとラフ深いですけど。深い。頑張れ。あー、上叩いた。上叩いた。ちょっと浮いたから次打てるよ。はい。まだ上叩いてるな。上叩いた。朝一。いいよ、ナイスアウト。フェアウェイ行った。あら。こっちダメ。どうした？自分に問いかけた。落とすよ。もっとボール下にあるからね。はい、大丈夫。突っ込め。ダフれ。おい。当たった。超えろ。いいね。ナイス。ようやく？ようやく当たった？うん、よかった。よかった。ちょっと。サブグリーンの方に乗ってしまったので、これは救済措置よ。こっちなわけ。こっち側に来るってこと。あの、そう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 、そうやって円状、円状なのよ。あれを中心として円を描くのよ。そう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 。こういう形。そう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 。そういうこと、こういうこと。はい。それを、親父乗っけない、乗っけない。はしない。こっから落とす。あ、この辺に。そう。この辺っていうのは、こっからワンクラブね。なんで、その時に注意してほしいのが、ここ、砂じゃん。ここに、こっから打ちたいのって話。やだよね。ってことは後ろにもワンクラブ下がれるのね。で、本当はパターでやっちゃダメらしいです。はい、なんだけど、パターでやっちゃダメっていうか、パターを除くっていう風に書いてありました、ルール上にはね。で、まあこの辺までは下がれるから、ここには落とせるわけ。こことかこことか。なんでそこを狙ってしっかり落として、膝から、膝からで、膝から、膝から OK。 この辺から、うん、 OK。 で、いいとこから打ちましょうねって話。はい。そう、こんなとこから打ちたくないじゃん、こんなへこんでるところから。はい、上げたら落とす。はい、頑張れ。いけ。あれね、意外とね、乗るのよ。乗るんだね。乗るんですよ。めっちゃいいじゃん。だから河川敷のいいところなの。転がれば乗るっていうね。そのさ、30度から乗せられないっていうのがさ、ちょっとね、私の中で痛いところのポイント一つです。ピッチング。はい、ピッチングです。できれば寄せワンで行きたいですね。はい。もうね、震えちゃったよ。ね、できれば寄せワンじゃねえから。
やるんだからね、寄せ1をするのよ、ね、間違いないね。ちょっと朝一なんで、うん、朝一だからなんだよ、関係ねえから。おおいいね。え、なんで？あかん。向きがおかしい。はい、あかん。あ、ほら、決めよう決めよう。それ決まるね。オッケー。まずいいんじゃない？あの今日パターホワイトちゃんの借りてます。あ、そう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 なんですよ。なんかね、意外とホワイトのパターがね、何気にいいっていう思う思う、なんでもない、なんでもないっす。 OK、 ナイスイン、いいじゃん。ボギー。はい、ちょっとスライスをかけに行きたいと思います。カグ的ホワイトとこのチョコグリーンが距離が一緒です。困ったちゃんですね、まったく。